Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Ah, finally! Let's go! Shut up! はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、船長でございます。今日から GTA5 の、実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、本日から、GTA5 やっていくんですが、これはですね、12月だったかな、何日だったかちょっと忘れちゃったんですけど、12月に、GTA5 の PC1 と、PS4 版が発売となります。ですので、一応ね、こう PS3 版なんですが、これはやっていきたいなと思います。はい、ということでね、単なる実況にならないよう、これなんかいろいろねちょっとやっていきたいんですが、まあね、何とぞ僕本当にね、こういう実況系、一人実況って苦手なんですよね。もうね、 GTA5 いろんな実況者さんもやられているんですけど、まあこう似たり寄ったりの動画になっちゃうとね、やっぱり面白くないので、まあなんかいろいろ自分なりのものをね、こうやっていくうちに、まあ見つけられたらなと思っております。はい、スティエダマネー、もうお金をね、どんどんこう盗んでいきましょう。よいしょ、銀行強盗に入っております。まあね、僕はこんなことちょっとできないかな、当たり前ですね、やっちゃいけないですよ皆さん。はい、でですね、僕こういうシーンも多分、7、8回はねもう見てるんで、まあさすがに死なないで抜けられるでしょうっていう感じですね。今キャラチェンをしました。はい、ドン。まあね、英語の勉強ということで。よいしょ、武器も何だ、あ、武器、あーごめんなさい、ピコピコっていう風に聞こえちゃった、ごめんなさい。よいしょ。I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. ほっ、ドカーン。楽しいな。でですね、まあ前からでね、もう皆さんもご存知の通り、僕はね、戦闘が苦手っていうことで、ね、あとアバもね、ちょっとこうナナクラメンバーのですね、いろいろやったんですけど、まあ苦手でして、まあそういう意味でもね、こういろいろやっていけたらなと、いろいろね、うまくなれるように頑張っていきたいなと思います。よいしょ。We keep going forward. Come on, guys. Come on, guys. キャラチェン？キャラチェン？これね、死にそうになったらね、キャラチェンをすればね、なんとかなるんですよ。よいしょ。取ったな、もう一人。よし、届いた。ほっ。ないないわ。ははー。よいしょ、あ、これさ、リロード自分でできなかったっけ、してちゃった。はい、でですね、これはL2 を押すと自動的にね、こう敵にね、こうフォーカスしてくれるので、危ない、自動的にね、敵にこう、なんていうのかな、照準を合わせてくれるので、簡単にね敵を殺すことができます。あれ、リロードってどうなんだっけ、忘れちゃったな。まあ、なるべくね、こういうふうに彼らの話しなきゃ話さないようにします。今のがトレバーのさ、頭くれた変なやつが。よし、ここから自分の操作です。でね、この車、あ、この車じゃない。
この車じゃね、このゲームのね最大の特徴でもあるんじゃないでしょうか。なかなか日本語だった今、大丈夫、うん、このね車っていうか乗り物系がねすごい充実してて、このゲーム何年前の車なんだろう、何年何年前のゲームなんですかね、もうかなり前のゲームなんですけど、2、3年前だったかな、なんですけど、もうね、かなりこう、グラフィックもいいし、すごい綺麗なね、いいゲームになってます。何年前でもないか、僕が買ったのは確か去年ぐらいだと思います。僕が買った違う、親に買ってもらいました。うん、What? Stick to the fucking plan. Come on. Oh, Yukigumi. Where the fuck's the chopper? Fuck. Oh, da. I'm gonna check around back. Ah! The fucking fence! Someone must have fucking talked. All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm gonna leave you.から戦闘になります。 FBI と FBI じゃない FIB と、うん、どこにいるのかな。そう、ここはね、あのただまあただ単に耐えてればいいだけなので、そんなに難しくない。よいしょ。そうそう、L2を押しながら、こう右のスティックでこうやってこう移動させていけば、こう簡単にね照準を変えてくれるので。失礼しました。懐かしいな、僕ここ最初からやるの久しぶりなので。もうなんかね、そのうち吹き替えとかやりたいですよね。うん、さあ、ここからまたシーンが変わっていきます。このゲームね、こういう風にこうなんかムービー系も多いので、ムービー中はなるべくね話さないようにしていきたいと思います。Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father.We do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto 5. キャラ似合わな。ね、マイクラのね、こう、7エルクラフターの船長っていうね、やっぱりこう、GTA5 の船長ってやっぱ、キャラがね、ちょっと違うような気がしますが、頑張っていきたいと思います。こうね、人を殺していくゲームって本当にあんまり苦手だったんですけど、この GTA5 で諦めちゃってよかったですね。He sits on his ass all day, If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed.And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right...Fucking here! The end of the road! With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit! Oh, I'm living a dream, baby! And that dream is fucked! It is fucking fucked!
Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. さあ、ということで、グランドセフトオート始まりました。今回からね、実況を始めたいと思います。皆さん、ご視聴よろしくお願いいたします。で、このゲームはですね、おー、かわいい姉ちゃんじゃないか。巨乳ですね、巨乳。本当にね、船長の手が壊れるから。やめましょう。このゲームね、見ていただくと、ああいうボートもね、全部、プレイヤーが乗ることができるようになっています。はい。で、ボディービルダーとね、戦ったりとか、あとは、テニスとかゴルフをしたりとか、そういう遊び方もできますね。もう本当にね、こう、いろんな遊び方ができるいいゲームになります。で、この主人公、この背広を着た主人公がマイケル、マイコーですね。マイケルって言うのかな、確か。マイケルです。で、このマイケルと、あと、トレバー、フランクリンっていう3人が、この物語の、主人公になります。でここの後ろから歩いてきた青いシャツの方がフランクになります。で手前のはラマーですね。ラマーはねなんか変なやつです。なんかギャングを語ってるちょっといいやつみたいな。そんな感じです。 Actually, yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn.Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie.Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in me. Hey, bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. ここからね、僕のプレイになります。で、やっぱりこういうムービーとかはね、飛ばさない方がいいですよね。ちゃんとやっていこうかな。Yeah, and all this shit paid for with bad credit. こいつがフランクリンです。Daddy.もちろんどっちかな。まあ赤い方はねユッケさんなんで、僕はじゃあ白い方ていうか好きな方選べとか言ってもらえるの、これとか好きなとこ。Oh, you balling hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speaker. でこいつをこう抜いていくのかな、追いかければいいのかな。まあ追いかけていくっていうそういうキャンペーンですね。よいしょ。まあね、ここもう GT5 やられてる方ならね、もう何回もやってるんじゃないでしょうか。で、フランクリンの特殊機能が、特殊スキルがこれです。こういう風にこう、時間をね、ちょっとこう、ゆっくり動かして、こう、だから、やっべーって時はこういう風に押して、やっべーべーべーっていう、あれ？あ、今なってなかった、やっべやっべミッションフェイルドだよ。もう一回やり直します。さあ戻ってきました。ですからね、次やっていきたいと思います。よいしょ。うわ、もうちょっと早く行ってくれないかな。ちょっと余裕なんだけどな。って言ってると危ないんですよね。で曲がる、やべえってなったらちょっと早かったかな。で、こう、やべえってなったら、こうやってこういう風にやると、簡単にね、こう、すぐ曲がることができます。これで、あっ、おい、なんで降りる？お前、なんで降りる？だから。え、これまた道をフェールドじゃね？あー。ちょっと、これはまずいぞ。
べ、超黙ってた、超黙ってた、もう入ってるねこれ、やべ超黙ってた。よいしょよいしょ、もうね必死なんですよ本当。さすが。途中からになってくれるんですね。よかったよかった。やべえ、もうちょっと俺超運転下手みたいになっちゃってんじゃん。もう嫌だな。あ、しかも途中からだと車綺麗っていうね。ありがとう。危ないよ。ね、飛び出しなんていけないよ本当ね。もう本当に同国国にはね、守って同国守っていかないとね、アメリカにあるのか知らないけどあるんだけど。ちょっと守っていくのあると思うけど、ってさ、なんでみんな、あれ、あ、そっか、日本が出てる。なんか俺おかしくなってんな今ちょっと疲れてるのきっと。よいしょ、ヘッドライトパッシング。痛い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 。よいしょ、さあもっと早く行けよラマ、早く行けよ早く行けよ。ほっ、あ、これ先にゴールしたことになってる。やったね。こんなんでいいのか。あ、ちょっと待って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 。Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. よし、行きましょう。ここからね、警察から逃げていきますよ。間違えた道を。こっちじゃない。あたたたたた。こっちじゃない。こっちから。ちょっと、ここじゃない。だ。なんだこれ。なんだこれ。よいしょ。さあ、逃げていきましょう。でですね、この左下のマップを見ていただくと、警察がね、こう青いこっちでね、表示されるので、そこから逃げていくって感じです。今はこうあのアウトオブ警察ですね、これ。で前から警察、前に警察がいるのでこう曲がっていくみたいな。あ、いるじゃん。なんだこうね。これねすぐリスポーンするんですよ。リスポーンっていうのはリスポーンじゃないかな。スポーン。普通の。もっとねこう広い、あ、こういう風にこう。なんかこういいんですよ。そうすることで警察からこうどんどん逃げていくっていうゲーム。そういうキャンペーン。はい、これこのさ、標識内を行けばさ、全然大丈夫。うん、今のところ警察はこの先にはないですね。で、右上のこの星マーク、これが今、星2っていうのが、まあ、まあ、ちょっとやばい犯罪ですね。まあ、ちょっとやばい犯罪を犯してるから、お前ちょっと止まれよっていう、そういうあれです。はい、なので、この右上の星が消えれば、よし、消えれば、こう、逃亡成功っていう。ですね、よいしょ。なので、まあ、ただね、この GTA5 の PS3 版はね、かなり、まあ、チートゲーって言っても過言ではなくて、ね、まあ、こういうね、わこういうね、なんていうの、チートをね、かなり使うことができるんですよ。で、今のその手配度もかなり。簡単にね、チートを使うことで下げることができます。これ絶対違うよね。道。なんであそこに踏み切れなかったの。で、まあ必要な時にはね、チートをどんどん使っていきたいなと思います。まあね、こう、面白いチートもね、いっぱいあるので、まあそういうのも紹介していきながら、やりたいと思います。どこどこどこ。よいしょ。ほっ。よし。やばいな、動画長くなってるな。He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him?
get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. さあここから家に帰りましょう。でこの白い車がフランクリンの車です。かっこいいよね、これかっこいい、うん、でねこの GTA5 はねこういう風にこういう車をですねカスタマイズすることができます。なので例えばこのホイールを青にするとかフェンダーをつけるとかこのライトの色をちょっと変えるとかね、まあ、そういうカスタマイズをねすることができます。あとはこれかな、あれこれ運転席してないのこの車、なかったっけ、これしかないんだっけ。これがじゃあフランクリン視点かな。でもねこれはねちょっと僕運転してても酔っちゃうんで、あったどうだ、この視点はちょっときついでしょう。危ないこの視点はねちょっときついから、まあこれかな、これでいくと思います。はい、よいしょよいしょ。ほで、ゴーフランクリンの家でこのガレージにね止めておけば車を保存できると。Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? 髪型を変えたくなったらやってみろ。Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. この髪型かっこいいと思うんだけどな、フランクリンに。すごい合ってると思う。Get on out of here. Get on out of here. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear me? よいしょ。ということで、ここでですね、まあいろいろ服を変えたりすることができます。スロットの上書き。注目ドライバー4。これ何 ?4 秒 ?4 秒間注目されたってこと、うん、よくわかんないな。よいしょ。ということで、本日はこれで終わりにしたいと思います。パート1がねようやく終わった。ということでね、これからも船長と七色クラフターをよろしくお願いします。それではバイバイ。